今日残念ながらね、笹井さん、レースやってません。なんだ、じゃあ何を私たちは今日見るんですか。あの、はい、その競走馬がスタートにたどり着くまでにはさまざまな過程があるわけですよ、はい、今日はその舞台裏をじっくりご紹介してまいります。あ、競馬ファン必見ですね。早速その舞台裏行きましょうか。行きましょう。それにしても今日も暑くなりましたね。そうなんですね。もう本当は秋なんだけどね。天高く馬越える秋とは言いますが、もう今日もうだるような暑さになっています。はい、あ、競馬場僕初めてで本当今日楽しみに伺うんですよ。本当に広々してて気持ちがいいですよね、うん、うわ、これがあの走るところなんて言うんだ、はい、コースです、ね、コースだ、はい、そんなことも知らないのかって感じ。うわ、岩手は古くから軍馬や農耕馬など馬の産地として知られてきました。水沢には馬を祀った駒形神社があり、そこで行われていた奉納競馬が水沢競馬のルーツだと言われています。競馬場のオープンは1901年で、まあ、全国でも有数の歴史の古さがあります。お、はい、歴史的な建物でもあるわけですね。そうなんです。さあ、我々がやってきましたのはここ、はい、草庵所というところなんですが、うん、その、うん、ごめんなさい、今これ外すの忘れちゃいました。ちょっとね、大変失礼しました。さぞ扱ろう。ありがとうございます。さあ、ここからレース当日の準備が始まってまいります。さあ、早速案内の方にご登場いただきましょう。はい、ご紹介しましょう。こんにちは。こんにちは。石川です。石川浩さんです。よろしくお願いします。この石川さんは子供の頃は馬と一緒に暮らしていて、うん、高校時代馬術部、その後は調教助手などをやってこられまして、ずっと馬と共に生活されています。今おいくつでいらっしゃいますか。50になりました。50年、はい、でお子さんの時にはじゃあお家に馬いたんですか。そうですね、はい、小さい頃農耕馬ですか、はい、いました。馬と共に50年そうなんです。今日は頼もしい案内人の方でよろしくお願いいたします。もちろん競馬がテーマですから、うん、主役もう一人馬、早速登場していただきましょう、はい、じゃーん、入場。うわー、こんにちは、よろしくお願いいたします。トキオパーフェクト号です。2年前まで競走馬として活躍していて、中央競馬でもまあ活躍した水沢競馬場を代表する名馬です。あ、ちょっと元気ありますね。こうやって近くでやっぱ馬の表情を見ると和みますか、気分も。そうですね、今日は久々なんでなんかもうやり気を出してるみたいですね。やり気を出してます、はい、さあ今日はこの東京パーフェクト号をモデルにそのレーススタートまでをたどっていきましょう。楽しみ。今日は厩務員の阿部さんにもご協力いただきます。お願いします。よろしくお願いいたします。うわ、綺麗だね、お馬さん。うわ、さあ、早速そのレース前の準備ステップ1に参りましょう。じゃあ東京パーフェクト出発。お、移動してますよ。さてどこへ行くのかな。ぐるっと回ってきますからね。石川さんもなんか細いとこ入っていっちゃいましたけど、お馬さんが来たよ。はい、一回ここでストップします。阿部さんが止めてくださった。すると、423キロ、423という数字が聞こえます。今日の馬体重は423キロになります。馬体重とおっしゃったので、はい、馬の体重を測ったんです。まずはそうです。なるほど。この馬の体重を測ることで、うん、ね、石川さん、はい、レースでもいろいろと情報になるわけですよね、これが。そうですね、ですね、前走との 馬体重の差をですね出しまして、その馬体重の差でですね、馬券を買う時のですね判断材料にします。参考になさる。だからそれよりも増えてたらそうですね、太ったのかなとか、はい、痩せてたらあれ風邪ひいたのかな。そうです、はい、そういう、ね、参考にするわけですね、はい、でもよくできてましたね、今こう 通るだけでね、馬さんが体重測れる、ね、さあ体重が測り終わりますとステップ2に参りましょう、はい、じゃあ石川さんお願いします、はい、さあ獣医さんにもご登場いただきました。獣医さんということはですね、なんて言うんでしょう、健康診断でなさるんですかということもあるんですが、うん、実際は違うんですね、うん、じゃあ石川さんと獣医さんお願いします。お願いします、はい、あ、じゃあ先生お願いします。トキオパーフェクト千影、千、はい、流星微量差し毛美白、はい、過信小白、はい、種目下、あ、種目正です、はい、笛絡み左、はい、波分け帳、はい、楼門、はい、処置、処置あり、はい、以上です。はい、 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。何でしょう石川さん、はい、今唱えていた呪文は何。ですね、馬の個体識別といいまして、はい、このレースに
本来走る馬かどうかっていうのをですね確認してるんですよ。なるほど、はい、我々からすると一見馬って何頭も集まるとどれがどれか分かんなくなってしまいます。分かりません。3頭もいた日にはもう分かりません。それをしっかりと、ね、確認するんですね、はい、さあどうやって確認していたのかと言いますと、はい、このボードを使って解説してまいりますね、まあ、大きく、分けて顔3つの特徴に分かれます。まず額です。額のこの白い模様、この大きさや形によって名前が違います。小さいと小生、この普通のこのサイズだと星になります。そして鼻筋は微量といいまして、鼻筋が白いと微量白、そして毛が少し薄いと顎微量差し毛といいます。そして鼻、白いと微白といいます。石川さん、これで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ということは東京パーフェクトは一体どれに当てはまるんでございましょうか？はい、ですね、東京パーフェクトはですね、はい、最初に流星、微量、差し毛、微白という言葉が出てきましたので、うん、まず流星ですね。そして顎微量、ちょっとこの顎が余計なんですけども、微量差し毛、うん、そして微白、こういった3つの組み合わせになります。はあ、難しい、ね、それぞれの特徴を組み合わせることで、なんとあの全ての馬に対応できるようになっています。なるほど。じゃあ実際そうか、ね、その東京パーフェクトで確認しましょうか。はい、はい、じゃあですね、こちらですね、流星ですね、白い部分が下に流れてます、これ流星って言います。で、微量差し毛、これ白髪混じりの毛がちょっとあるんですけども、これが差し毛なんですよ。本来もうちょっといっぱいあるんですけども、今毛が抜けてですね少なくなっています。そしてこの鼻、白いところ、これ微白ですね。流星、そして微量差し毛、微白、この3つですね。こうやってそれぞれ、ね、はい、確認します。間違いなくということですね。こうやって見ていくとですね、石川さん、それぞれやっぱ、はい、馬の表情って違ってくるものですか？あ、そうですね、はい、その日によってやっぱり表情違いますし、まあ、精神状態も違いますんで、いろいろとですね、その場に合わせてですね、馬の動きとかを見て一緒にこう過ごしていくっていうのが大変ですね。ここでお仕事していらっしゃる方は、はい、今みたいにどの馬がどの馬であるかっていうのはやっぱり分かってないと絶対お仕事としては成り立たないってことですね。そうですね、一応ですね、職員はですね、こういったですね、馬体の個体識別とかではですね、習ってまして、開催室の方にですね携わるようにしてます。石川さん、どういう顔の馬が好きですか？僕ですか、はい、僕はですね、やっぱりこう顔が流線的にシュッとこうですね、キレのいいヒュッとなってる、はい、いかにももう速そうっていう感じの馬が好きですね。東京パーフェクトなんて近いんじゃないですかね。そうですね、はい、それで、まあ、馬の顔の見分け方などね、はい、学びまして、はい、結構分かってきましたよね、はい、馬の分かってきました。面白い。ただレースになりますと馬だけじゃ走れませんよね、うん、あ、そう、騎手、ジョッキーさんということですよね。ご紹介したいジョッキーがいますので、はい、まず向かいましょうか、はい、そして東京パーフェクト号はここで一旦次の準備がありますので、さようならしましょう。はい、後でまた。かっこいい。毛づやもいいですね。いや、石川さん、馬って本当に綺麗ですね。そうですね、はい、それでお利口なイメージが、はい、お利口ですよね、やっぱり頭いいですね。そうですよね、うん、さ、見えてきました正面の建物で、はい、ここがジョッキーの控え室になっています。今日ご紹介するのは待望の新人ジョッキー、岩手競馬に誕生しました、はい、菅原さん。はい、こんにちは、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅原さんというか菅原君というか少年じゃないですか。17歳。17歳。17歳です。いやー、はい、菅原君、なんでまたジョッキーに？まあ、小さい頃から競馬場に連れてこられて、競馬を見ているうちに、うん、かっこいいなと憧れて一緒になりたいと望んで、はいはい、お父さんに連れてきてもらってたの？そうですね、はい。またかっこいい、これ紫黒と白と、これはいいですよね、勝負服。勝負服って言うんですか、はい、これでレースに出ます。ーレースに出る時の、あ、じゃあ観客の方はもうこれは決まってるんですね、菅原君の服っていう。う、ね、はい、これが、はい、僕の勝負服です。遠くからでも菅原君って分かって頑張ってって応援してもらわなきゃ。そうやって念願のジョッキーになった菅原騎手ですけれども、はい、レースに出場するためには、まあ、大事な検査があります、はい、行きましょう、はい、